今住んでいるマンションのベランダは南向きで日当たりがいい。和室だけではなく洋室も立派だ。しかもエントランスホールが広い。マンションベランダ向き日当たり和室洋室立派なホール 家の壁の色を塗り直し、門の電球を取り替えたら明るくなった。塗る。門。電球。寮のリビングは狭く、ソファーを斜めにしか置けない。しかし、低家賃なのでわがままは言えない。我慢するしかない。 量、寮リビング、ソファー、斜め、手、家賃、わがまま、我慢、我慢する。この家は、大都市にも地方都市にも距離が近い、最高だ。 都市。地方都市。地方。距離。最高。出勤する途中、踏切の前で車が動かなくなった。近くに住民はいない。確か、近くに消防署があったはずだ。のんびりしてはいられない。行ってみよう。 出勤、出勤する。踏切、住民、確か。消防署、消防車、消防士。のんびりする。向かいの幼稚園は、たびたび工事をする。 うるさくて、休みの日もリラックスして過ごせない。早く終了してほしい。向かい幼稚園、たびたび、工事、工事する、工事現場、リラックス、リラックスする、過ごす。 終了、終了する。この電車は発車時刻を過ぎても動かない。落ち着いてよく見ると行き先も表示していないし、ライトも消えている。車庫に行くのだろうか。なかなか帰宅できない。時刻、時刻表。 過ぎる、落ち着く、行き先、ライト、車庫、帰宅、帰宅する。都会生まれの私の夢は、いつか土地を買い、畑で近所の人に分けられる程度の野菜、または果物を作ることだ。 都会、生まれ、いつか、土地、畑、程度、または、昨日の大雪のせいで、首都高速道路の出入り口で事故があった。パトカーや救急車が集まっている。怪我人がいないことを願う。 大雪、首都、高速道路、出入り口、パトカー、救急車、願う、願い。私が住んでいる団地は坂の上にある。 商店街がある大通りから外れたところに位置しているので、子供がよく迷子になる。団地、坂、商店街、商店、大通り、外れる、位置、位置する、迷子。 郊外に暮らすとアクセスが悪いというイメージがある。しかし、実際には地下鉄一本で通勤できる。郊外暮らす暮らしアクセスアクセスするイメージイメージする通勤 通勤する。公園の芝生に寝転がると、土の香りがした。蚊がいたので、扇子で叩いた。芝生。転がる。転がす。土。香り。蚊。 センス。私が生まれ育った場所の地名を言っても誰も知らないだろう。商業が盛んな町でいろいろな会社の事務所がある。住宅地の中に大型スーパーがあるので食料品もすぐに買えるし有名な書店もある。地名商業 町、書、住宅、食料品、食料、書店。天気予報によると、大雨注意報が出ている。午後からにわか雨が降るので、早めに毛布とシーツを取り込まなければならない。

1912年に発表された。大陸地球移動移動する説海外と比較して日本は防災の意識が強い。梅雨のシーズンだが今年は大きな被害が出ないことを祈っている。 海外、比較、比較する。防災、意識、意識する。梅雨、祈る、祈り。今日は花粉がたくさん飛んでいる。目がかゆくて鼻もムズムズするので、 外出はやめておこう。花粉、花粉症、かゆい、外出、外出する。台風が近づいているので、大雨、強風、洪水の被害が心配である。電柱が倒れて、突然停電したり、 断水したりするかもしれない雨の日にレインコートを着て自転車に乗っていたら。 タイヤが滑って転びそうになったが、なんとか無事だった。レインコート。タイヤ。滑る。転ぶ。無事な。日本の夏は湿度が高くて蒸し暑い。クーラーや扇風機を使わなかったら、すぐに喉がカラカラになり、 息ができなくなくる。湿度蒸し暑いクーラー扇風機カラカラな息田舎と比べると都会はコンクリートに囲まれているのでなかなか地面の温度が下がりにくい。 比べる。コンクリート。囲む。温度。温度計。昨日、震度5強の地震があり、かなり揺れた。海岸の近くにいて、今にも津波が来そうだったので、裸足で走り、近くの家の屋根の上に逃げた。 昨日、昨年、震度、揺れる、海岸、今にも、裸足、屋根。地球温暖化の影響で最近の気候はおかしい。森林を切りすぎたことは無関係ではなく、 いろんなバランスが崩れているのだろう。か影響、影響する、気候、おかしい、森林、無関係な、崩れる、崩す。 子供が初めてマフラーを巻いたが、うまく巻けず、結構めちゃめちゃだった。顔を見ると、悔しくて涙をこぼしていた。マフラー。結構。めちゃめちゃな。こぼす。こぼれる。津波は、 一瞬のうちに多くの命を奪ってしまう。被害を防ぐために逃げる場所を確かめておいた方がいい。津波一瞬被害防ぐ確かめるひどい雨で服が濡れてしまった。家に着いてからも 風はどんどん強くなり雷も鳴り始めた窓ガラスがガタガタと震えている濡濡れる。る。らす。雷。震えるまだ桜が散りつつある4月上旬だが気温が25度もあるので汗がたくさん出る。 桜、散る、上旬、中旬、下旬、気温、と汗。今日はとても寒いので、外に置いていた旗が凍っている。でも日が照れば、すぐに元に戻るだろう。 ったたるてる旅行に行くなら太陽が昇るところを楽しみたいでも夕日が沈むところもいいな一度に両方は無理かな景色のいいところでテントを張ってキャンプするってのはどう太陽 登る、沈む、一度に、キャンプ、キャンプする。ゴールデンウィークの連休はどこか行きますかああ、旅行はしないで、日帰りでピクニックに行きます。登山ですかそんな大げさなものじゃないです。 ただ近くの山をブラブラするだけです。ゴールデンウィーク、連休、日帰り、ピクニック、登山、登山する、ただ、ブラブラする。日本に温泉が多いのは、 火山が多いからだ。温泉街はホテルだけでなく、伝統的な旅館も多い。温泉は世界中の人に人気だが、裸になったり、肌を見られたりするのを恥ずかしがる人もいる。旅館によっては、部屋に自分だけの温泉があるところもある。温泉、火山、旅館。 裸、肌。私は芸術が好きだ。旅行に行った時は、よく美術館や博物館に行く。芸術、美術館、美術、博物館。 まもなく発車しますというアナウンスを聞いて、ホームの電車に飛び込んだ。ところが、その電車は特急で、降りる駅で停車せず通過してしまった。まもなく、発車、発車する、ホーム、プラットホーム、飛び込む。ところが、 停車停車する通過通過するすみませんバス乗り場を探しているんですがバス乗り場は駅の反対側ですねここを左に行って突き当たりを左に曲がって鉄道の線路を越えないといけませんえーと。 最初に左に行って線路を越えるんですか私も途中まで行くので一緒に行きましょう。ついてきてください。突き当たり、鉄道、線路、越える、えーと、ついてくる、ついていく。 最近は飛行機でも新幹線でもスマートフォンで簡単に日付や便を変更できる。日付。便。変更。変更する。海外に住んでいる友達がやってくるので。空港の到着ロビーまで出迎えに行った。 飛行機のトラブルで2時間も遅れて心配した。会えた時は抱き合って喜んだ。到着。到着する。ロビー。出迎え。トラブル。都会に出てきてから出身地の言葉が通じないことがよくあった。 方言だと思っていない言葉が、実は方言だと分かった。出身地。出身。通じる。方言。出発まであと十分だよ。そろそろホームに行った方がよくない。まだ十分もある。だよ。待合室で休憩しようよ。 あなたはいつもそう。それでギリギリになって慌てるんだから、早くホームに行こうよ。あと、待合室、ギリギリな。お盆はたくさんの人が故郷に向かうため、全国の道路が渋滞する。盆、お盆。 ふるさと、向かう、全国、道路。先日、山にドライブに行ったのだが、レジャーシーズンだったので、帰り道はすごく渋滞していた。信号も全然変わらなくてイライラし、疲れが溜まってしまった。ドライブ。 ドライブする。レジャー。シーズン。渋滞。渋滞する。信号。疲れ。そういえば、海外旅行はどうだったの楽しかったよ。でも、最初に行ったドイツは時差ボケがひどくて。 チェックインしてからずっとホテルの部屋にいて全然観光できなかった。えせっかく行ったのにもったいない。うん、もうちょっと長く滞在すればよかった。時差ボケ時差チェックインチェックインするチェックアウトチェックアウトする 観光、観光する、観光客、せっかく、滞在、滞在する。夏にビーチへ海水浴に行くことになった。それで水着を買いに行った。恋人と一緒に行くのでかなり迷った。 ビーチ、海水浴それで水着恋人かなりこの前東京に行った時わざわざ金沢を経由して行ったんですえなんで ?JR は目的地までの途中の駅でも自由に下車できるんです。 だから、途中下車して城と庭園を見物しました。あ、私鉄は途中下車できませんよ。JR だけです。経由、経由する、目的、下車、下車する、城、庭園、見物、見物する、 施設。私鉄豊かな国とよく言われるが、それがどういうことなのか正確に言うのは難しい。例えば、ビルがたくさん建っていれば豊かなのだろうか。GDP という指標がよく使われ、これはその国で作られたものやサービスの合計金額を指す。物価も考える必要がある。 豊かな、正確な、立つ、立てる、指標、指す、物価。税関が偽物の宝石を見つけた。本物にそっくりで、ちょっと見ただけではわからない。税関。 偽物、宝石、そっくりなこの前、ボートの免許を取ったんだえすごいみんなで乗りたいいや釣り用の小さなエンジンがついているだけの船だよボート免許、免許証 エンジンこのトンネルは東京方面に行く時の近道である。昔はコーナーが連続する山道を行く必要があった。岩が落ちている危ない道で片道1時間もかかった。今は20分で往復できる。トンネル方面 近道近道する。コーナー、連続連続する。岩、片道、往復、往復する。高速道路のサービスエリアは、 昔はトラックが駐車して休憩するところというイメージだったが、今は買い物が楽しめ、遊園地があるところもある。長距離バスの停留所もあるので、車がなくても行くことができる。トラック、駐車、駐車する、駐車場、遊園地、長 停留所なんか横浜港をクルーズ船で回りながらディナーが食べられるツアーがあるらしいよ。へえ、でも前から予約しないといけないんじゃないのいや、定員が多いから平日なら前日でも OK だったって。港。船。ツアー。 定員、前日。東海道新幹線の自由席は、1号車から3号車までだ。東京発の望み号の場合、前の方にある。自由席、車、初。 旅をするときは、すりに気をつけないといけない。特に市場など、人が多い場所は注意が必要だ。カバンは体の正面で持った方がいい。旅、旅する、すり、市場、正面。 たくさんの人を乗せたモノレールのブレーキが故障し、駅の壁にぶつかる事故が起きた。駅ではサイレンが鳴り響き、たくさんの人が非常口に集まり、怪我人が出た。乗せる。モノレール。ブレーキ。サイレン。非常口。 紙の乗車券の時代は、電車に乗った後、降りる駅が決まっていた。先の駅まで乗り越した時は、専用の機械に乗車券とお金を入れる必要があった。今は IC カードなので、タッチするだけで、どの駅でも自由に降りることができる。乗車券、乗車、乗車する、乗り越す。 タッチ。タッチする。一回ロケットに乗って宇宙に行ってみたいって思わない思わない。だって最初はいいけど、絶対退屈するって。夢がないなぁ。なんか乗ってみたい乗り物ってないのヘリコプターかな。ロケット。 だって、退屈、退屈する、ヘリコプター。大学のサークルのメンバーで、2泊3日の卒業旅行に行くことになった。ガイドブックを見ながら支度していると、期待が高まってきた。サークル、泊 ガイドブック、ガイド、ガイドする。支度、支度する。期待、期待する。日本に来た時は、早く帰りたいと思っていたが、帰国の日が近づくと、次第に帰りたくないという気持ちが大きくなった。 被告、被告する、近づく、次第に。この草はヨモギといって食べることができる。薬の原料にもなる。ヨモギ餅はスーパーでも売っているので、ぜひとも一度食べてみてほしい。草、原料。 是非、是非とも深海に住む珍しい魚が偶然網にかかることがある深海、偶然、網、網棚。 このホテルは全世界にある巨大なチェーンだ。ほとんどの部屋がシングルルームという特徴がある。全、チェーン、シングル、ダブル、ツイン。理科で学ぶ内容は、主に物理、化学、生物。 地学に分けられる。また、社会で学ぶ内容は、地理、歴史、公民に分けられる。理科、学ぶ、物理地理。足し算と引き算は算数の基本だが、掛け算もとても大切だ。掛け算がスラスラ言えないと、 割り算で苦労する。足し算。引き算。算数。掛け算。スラスラ。スラスラと。割り算。子供が学校を早退したり欠席するときは、親が連絡帳や生徒手帳、 欠席届などに必要なことを書いて学校に連絡することになっている。相対、相対する。欠席、欠席する。帳届け。寝坊してしまった。このままじゃ遅刻だ。 でも今日はテストがあるからサボれない。早く準備して学校に行かなくちゃ。電車の中で参考書を読んでおこう。寝坊、寝坊する。遅刻、遅刻する。サボる、書。 高校時代のテニス部の仲間は今でも親友だ。喧嘩もしたけど、翌日には仲直りした。一緒に馬鹿なこともしたけど、厳しい練習をふらふらになるまでやった。今はお互い違う学校に行っているけれど、どんなに離れていても親友だ。部、親友、仲直り、仲直りする。 バカな。フラフラな。どんなに。中学生や高校生は毎日の荷物がとても多い。そのためロッカーにあまり使わない教科書や体操服などの持ち物を置いて帰ることができる。ロッカーはダイヤル式の鍵があって、生年月日の数字を使ってはいけない。 ロッカーコインロッカー教科書持ち物生年月日春休みの宿題はプラスチックと環境というテーマのレポートです。横書きのレポート用紙に5枚以上書いてください。最初に目字もつけてください。 プラスチック、レポート、横書き、縦書き、用紙、コピー用紙、目次。私の子供が通う幼稚園には父母の会がある。やる人が少なくて、いつもじゃんけんで決めている。今年、 思い切って引き受けることにした。私は夏祭りの係で、子供たちの夏祭りをお手伝いすることになった。楽しそうだ。父母、じゃんけん、じゃんけんする、思い切って、引き受ける、係、 大学の留学生センターには留学生と日本人学生が交流するグループがある。私はそのグループのメンバーだ。今日は来週の活動の内容をみんなで話し合った。近所の古いお寺に見学に行くことになった。生セ,センターグループメンバー活動 活動する。話し合う。話し合い。見学。見学する。テストで間違ったところに大きな罰をつけられちゃったよ。すっかり勉強する気がなくなっちゃった。そんなこと言わないで。最後にちゃんと見直したここ。 すごく簡単な計算ミスをしているよ。あ本当だ。すっかり見直す私の兄は大学で物理学を専攻していて、文学部の私とは専門が全然違う。兄は朝から晩まで実験室にいる日も多い。 物理学に関する知識はまるで百科事典のようだ。学、専攻、専攻する、専門、専門学校、専門家、質、知識、まるで、百科事典。 将来国際的な仕事がしたいから大学生の間に海外留学やホームステイに行きたいと思っているんだ。どんなところに行きたいのクラスメートにいろんな国の人がいるところがいいな。最初は言葉が伝わらなくて悔しい思いをするかもしれないけど。国際的なホームステイホームステイするクラスメート 悔しい。もうすぐ試験の時期だね。今回は成績が悪い人には補修があるって先輩が言ってたよ。心配だな。問題集を解いてたら大丈夫かな。時期、成績、補習、補習する。 先輩、後輩、衆、特。私は一年三組だ。担任の山田先生はとてもいい先生で、いつもニコニコしている。そして、クラスの生徒全員の特徴をよく理解して、丁寧に指導してくれる。 先生が担当している教科は音楽だ。組。担任。担任する。ニコニコする。全員。指導。指導する。指導者。教科。 教師になるためには教育実習に行かなければならない。私はしあさってから実習が始まるのでとても緊張している。担当する学年は2年生だ。図書館で子供たちの教科書の貸し出しをしているので借りてきた。今日から頑張って授業の準備をするつもりだ。教師教授実習 実習するしあさって緊張緊張する学年貸し出し子供の通学路には大きな道路がある子供たちは道路を渡らずに歩道橋を使うように指示されている通学 通学する。歩道橋。指示。指示する。いじめは、絶対に許されることではない。叩いたり、引っ張ったりするだけではなく、言葉の暴力もいじめである。友達の様子に疑問を感じ、いじめかなと思ったら、すぐに相談してほしい。 いじめ、いじめる、叩く、引っ張る、疑問。学校のルールを破ってテストでカンニングした学生がいたようだ。その楽器のテストは全部0点になってしまったと聞いた。破る、破れる。 カンニング、カンニングする、楽器。私は読書が大好きで、学校でも好きな科目は国語だ。作家になるのが夢で、文章を書くためのレッスンも受けている。読書、読書する、科目。 国語作家レッスンレッスンする大学のゼミに3年生がたくさん入ってきてくれた公園で3年生の歓迎会を開く予定だったが大雨のため延期になってしまったゼミ歓迎会 歓迎歓迎する。延期延期する。日本の小学校には、国立、公立、私立などの種類がある。大部分が公立である。給食のある学校がほとんどで、子供たちは給食当番などを通して、 食事のルールや栄養のある食事の大切さなどについて学ぶ。国立、県立、公立、私立、大部分、給食当番。私は三つの大学を受験した。 今日は第一志望校の合格発表の日だ。インターネットでも見られるが、直接キャンパスに発表を見に行くつもりだ。受験、受験する、受験生、校、合格、合格する、発表、発表する、 直接、キャンパス。今日、書き留めを受け取った。開けてみると、作文コンクールで優秀だった人に贈られる賞金だった。その上、私の作文は、学校の掲示板に貼られているそうだ。書き留め、受け取る、受け取り、 コンクール、優秀な、掲示板、掲示、掲示する。最近面白い文房具を見つけた。折りたためる定規や筆のように書けるペンがあった。また、こすると消えるペンもあったが、大切な書類では使ってはいけないそうだ。 文房具、文具、定規、筆、書類。先生、雨の日に廊下をほうきで履いたら、ほうきに泥がついてしまいました。そのままで構いません。来週掃除用具を洗う日がありますから。ほうき 泥、構いません。大学の日本語教育学の講義で日本語の敬語について学んだ。初級の学習者にとって敬語はとても難しいそうだ。講義、講義する。敬語、初級、中級。 上級、学習、学習する。今日の世界史の授業は、先生がお休みで自習になった。私はとても疲れていたので、居眠りしてしまって、配られたプリントには一行も書けなかった。死、自習。 実習する。居眠り。居眠りする。行。はい。教科書を閉じてください。今から英語のテストの説明をします。下線が引かれた英語の文の翻訳を書いてください。翻訳文は回答用紙の四角の中に書いてください。 では、試験を開始します。閉じる。下線。引く。文。単語。回答用紙。回答。回答する。四角。四角形。四角い。開始。 開始するじゃあ、トマトの葉っぱの観察をしましょう観察したら、プリントに気づいたことを書いてくださいカッコの中に書きましょうチャイムが鳴ったら書くのをストップしてプリントを先生のところに持ってきてくださいね観察観察する プリント、プリントする。カッコ、チャイム、ストップ、ストップする。私の家は大学までとても遠い。学割の定期を買っているが、それでも高い。そのため、秋から下宿をすることにした。 大学の男子寮が空いたからだ学割学生割引下宿男子女子大学の授業料が上がることに反対する学生たちの集まりがあったこのような集会が時々開かれているそうだ 授業料、集まり、集会。教師は子供のいたずらを見つけたとき、どうするべきだと思いますかクラス全体の前で叱ると、次からいたずらを隠すようになるかもしれません。じゃあどうしたらいいでしょう皆さん何か思いつきますか いたずら、いたずらする、全体、隠す、隠れる、思いつく。小学校で思い出に残っている行事って何私は遠足。お弁当を作ってもらうのが嬉しくて。へえ、私は運動会。 あなたは運動会で輝いてたよね。B ちゃんはピアノが上手かったから、音楽の演奏会で目立ってた印象があるよ。本当私地味だったのに。そんなことないよ。思い出。行事。遠足。輝く。演奏。演奏する。 印象、印象的な、地味な。日本の大学は、前期に15週、後期に15週、合計30週授業を行うところが多いが、最近は三学期制やクォーター制の大学もある。大抵1年生は忙しく、時間割を見ると、 朝から夕方まで授業がたくさんある。しかし、4年生になると授業は減る。授業の内容はシラバスに載っている。前期、後期、合計、合計する、時間割、シラバス。 工事のために掘られていた小さな穴に気づかず、こけてしまった。その時、足を石にぶつけて怪我をしてしまった。掘る、こける、ぶつける、ぶつかる。今日のホームルームは、学級委員が中心になって司会をしてくれた。 委員、委員会、中心、司会、司会者。妹は、平日はクリーニングや、週末はホテルのフロントでアルバイトをしている。いつも寝不足で、なかなか体を休めることができない。平日。 クリーニング、クリーニングする。フロント、寝不足な、休める。子供たちがなりたい職業について、かつてはエンジニアが上位だった。しかし、最近の一位は、意外にもサラリーマンである。職業。 エンジニア、上位、い、意外な、サラリーマン。彼女は先々月から仕事を始めたが、研修期間も給料がもらえるらしい。先々月、研修、研修する。 期間、給料。新入社員には、いつも単純で機械的な作業であっても、繰り返すことが大切だというアドバイスを送っている。社員、単純な、機械的な、作業、作業する。 繰り返す。アドバイス。アドバイスする。ガソリンスタンドでのアルバイトはきつく、全く座ることができないので、腰を痛めてしまい、半年でやめてしまった。ガソリンスタンド。きつい。腰。半年。 店長の態度が悪く、その上休憩時間も短い。無理を承知の上で、月末で辞めることを伝えたら、うまくいった。蝶、態度、その上、休憩、休憩する。承知、承知する。月末、 ある出版社の副社長と面接することになった。特技は事務だとアピールしたら、見事に受かった。出版社。出版。出版する。服。面接。面接する。特技。事務。受かる。 落ちる。この月に失業した人の約7割が新型コロナウイルスの影響によるものである。失業失業する約割彼は営業の仕事をしているが、 扱っている商品が高級なもののため、めったに売れずに苦労している。営業、営業する。商品、高級な。苦労、苦労する。新しい職場は大変だと思うが、しっかり経験を積んで、 実力をつけてもらいたい。コミュニケーション能力が高い彼女なら、きっとできるはずだ。職場。積む。積もる。実力。コミュニケーション。パートとして働いているが、時給がまあまあなので、長く続けられており。 今月末で5年になる。パート。時給。月給。まあまあな。待つ。今回のイベントは会員限定なので、会員に向けた参加マニュアルを作成する必要がある。イベント。 会員、限定、限定する、向ける、向く、マニュアル。あの店は新年とお盆の時に混雑するので、半期に一度臨時でアルバイトを募集する。新年。 混雑、混雑する。期、臨時。募集、募集する。運転手にとって、周りの人や車に気を配り、注意を注ぐことは義務である。事故を起こしたら、二度とハンドルを握れなくなる。 配る、注ぐ、義務、二度と、握る。会社に問い合わせたところ、今日中に即達で履歴書を提出すれば大丈夫だった。時間がないので、宛名などを書き忘れないようにしなければならない。問い合わせる。 即達、履歴書、提出、提出する。宛名、宛先。指定された場所に集合して、みんなで一緒に面接会場に行った。指定、指定する。 指定席、集合、集合する、集合場所。国際会議場でたまたま知り合いに会った。久しぶりだったので、名刺を交換して、食事会の日程調整を行った。上、名刺 調整、調整する。ハローワークで、工業、サービス業などの希望条件から順に質問された。良い仕事かどうかがなかなか判断できなかった。工業、条件、順、判断。 判断する。レストランで食事をして、会計の時、レジの人の名札を見ると、高校時代の恋人だった。久しぶりに会って驚いたため、クレジットカードのサインを間違えてしまった。会計、名札、サイン、 サインする。製造業はどこも経営が厳しい。ある人の話では、個人経営の会社は儲からないらしい。行。経営。経営する。個人。 オフィスに誰もいないのは危ないから、留守番しておいて。正午までに戻ってくるから、それまでに部屋の整理もやっておいてね。オフィス、留守番、留守番する。正午、整理、整理する。 居酒屋のキッチンで働いているが、看板メニューを作ることを上司に命令された。居酒屋、キッチン、看板、命令、命令する。送別会でビールを10本注文すべきだったのに、 間違えて10ダース注文してしまった。一時はどうなるかと思ったが、いろんな人が協力してくれたおかげで、なんとかなり、ほっとしている。注文、注文する。ダース、一時、一時帰国、一時帰国する。協力、 協力する。ほっとする。私は無職で独身だ。焦ったり不安になったりすることもある。だが可能な限り仕事も恋愛も諦めないで頑張るつもりだ。無職。独身。焦る。不安な。 可能な、不可能な、可能性、諦める。孫は悩んでいる人を助けるため、弁護士になることを目指している。人の倍は努力している様子だ。孫、悩む、悩み。 弁護士、目指す、場合、努力、努力する、様子。同僚は素敵な女性に出会い、真剣に交際している。そのためまだキスもしていないようだ。同僚、素敵な、 出会う、出会い、真剣な、交際、交際する、そのため、キス、キスする。親友の葬式でろうそくを見つめながら、彼女がいないこれからの人生を想像した。 辛くなった。葬式。ろうそく。人生。想像。想像する。想像力。辛い。両親は理想的な夫婦だ。お互いに相手を大切にしている。 母が父にプロポーズしたらしい。理想的な、理想、夫婦、お互い、お互いに、相手、プロポーズ、プロポーズする。末っ子の娘は、 たとえ結婚しても絶対に性は変えたくないと言っている。世の中の常識に縛られたくないらしい。末っ子、たとえ、絶対、絶対に、性、世の中、常識、縛る。 ある友人は周囲の人に小さな出来事を大げさに話すので聞いていてイライラする。ある周囲出来事大げさなイラ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 する 公務員試験のために自分で勉強するだけではなく、日本語教師の資格講座も最前列で受けている。標準的な問題はわかるが、難しい問題が多い。なかなか自信がつかない。公務員資格講座最標準自信つく 出張で大阪に行った。大阪で新しく重要な会議が入ったので、戻る日にちを伸ばす方向で話し合っている。出張、出張する、重要な、日にち、伸ばす、伸びる、方向、 いとこはお金持ちの男性と付き合っていた。しかし、彼の会社の経営が苦しくなり、お金がなくなると彼を振った。いとこ。金持ち。お金持ち。付き合う。しかし。苦しい。苦しむ。ふる。 山田さん、おはようございます。林です。今日も暑いですね。さて、先日のパーティーではスピーチをしてくださり、ありがとうございました。感謝しています。パーティーの感想も聞かせてください。さて、スピーチ、スピーチする、くださる、感謝、感謝する、 感想大学院に進学し、建築について勉強したい。また、日本語のレベルを上げ、ペラペラと話せる能力をつけたい。大学院大学院生進学進学する建築 建築する。レベル。ペラペラ。ペラペラと。能力。隣の家の姉妹は歌手になりたいらしい。最近は早起きし、夢中で楽器を演奏している。うるさくて目が覚める。姉妹。歌手。 タレント。早起き。早起きする。夢中な。楽器。冷める。冷ます。大学生の時、貿易を行う多国籍企業への就職を希望していた。今、実際に働いている。 貿易貿易する。国籍企業。就職就職する。就職活動。希望希望する。実際に。 妻は年上の友人から私を信用して署名してくださいと何度も頼まれた。素直な妻はとうとう反抗をしてしまった。年上、年下、信用、信用する、署名、署名する、素直な、 強盗。はんこ。年金をもらうための手続きを教えてもらった。市役所の窓口で受け付けていて、印鑑と保険証が必要だそうだ。手続き。手続きする。窓口。受け付ける。印鑑。 保険症。以前は完全な治療法はなかったが、医学の発達によって、がんも治るようになってきた。完全な、治療、治療する、医学、発達、発達する。 ガン。二年前に日本に来た時はホームシックになり、ストレスを感じて睡眠不足だった。しかし、今ではすっかり日本の生活にも慣れ、毎日ぐっすりと寝ている。ホームシック。ストレス。睡眠不足。睡眠。 ぐっすり、ぐっすりと。咳とくしゃみが出るので、体温計で熱を測ったが、平熱だった。咳、くしゃみ、体温、計、測る、平熱、微熱、 高熱。頭痛や吐き気がする。もしかしたら、新型コロナウイルスに感染したかもしれない。頭痛、吐き気、新型コロナウイルス、ウイルス、感染、感染する。 心臓病を抱えていた父は、お店を休業して手術を受けた。二年後の今では症状も安定して、健康な生活を送っている。心臓、病、休業、休業する、手術、手術する、後、 症状、健康な。産婦人科に行くと、看護師に、もうすぐなので、椅子に腰掛けて少しお待ちくださいと言われた。産婦人科、看護師、腰掛ける。 胸と胃に痛みを感じたので、大きな病院に行った。わざわざ院長がおいでになり、詳しく診察してくれたが、よくわからないと言われてしまった。胸、胃、痛み、おいでになる。診察、診察する。診察券。 交通事故が発生した。運転手は出血がひどくて骨折しているようだ。発生、発生する。出血、出血する。骨折、骨折する。右手と右足が痺れるので、 下下や神経内科を受診したが、原因はわからなかった。片手と片足だけなので、不思議な感じがする。痺れる。下下。神経。内科。受診。受診する。肩。不思議な。 インフルエンザを予防するために手洗いとうがいをしなければならない予防予防する手洗い手洗いするうがいうがいするうがい薬喫煙飲酒 高血圧は癌になるリスクが高いので気をつけなければならない。喫煙、喫煙する。禁煙、禁煙する。高、血圧、気をつける。ドラッグストアで目薬。 やけどに効く薬、傷を消毒する薬を買った。目薬、やけど、やけどする、効く、効き目、傷、消毒、消毒する、アルコール消毒、 皮膚が腫れて体をかいてしまうのは、アレルギー症状の一つかもしれない。小さな医院で治らないときは、大きな病院に行き、専門の医師に診てもらった方がいい。皮膚、腫れる、かく、アレルギー、医院、医師、見る、 父はめったに病院に行かないが、腹痛と下痢が続き、吐いてしまったので病院に行った。血液検査をしたが、特に異常はなかった。めったに、腹痛、下痢、下痢する、吐く、血液、血液型、検査、 検査する。検査入院。虫歯の患者が何も食べられないので体重が10キロも減ったと言っていた。注射が苦手で半年もそのままにしていたそうだ。虫歯。患者。体重。体重計。 駐車。駐車する。満員電車で大きなリュックを背負うと、周りの人の迷惑になる。大きなリュックは背負わずに、前に持つといい。満員、リュック、リュックサック、周り、迷惑。 迷惑するこの道は幅が広くて危ないのに横断歩道が少ないので道路を横断する人が多いそこで警察がどのくらいの人が道路を横断するのかの調査を行った幅横断歩道横断 横断する、そこで、調査、調査する。リサイクルできるように、空き瓶と空き缶は分けて捨てよう。リサイクル、リサイクルする。空き瓶、空き缶、分ける。 入学資料の中に留学生とおしゃべりして交流するボランティアのチラシが挟んであった。私の周りにはそのような活動に積極的な人が多いので私もやってみようと思う。おしゃべりおしゃべりするボランティア挟む挟まる積極的な 消極的な少し前は環境のための分別やリサイクルを面倒なことだと思う人もいたかもしれない。しかし今は環境を守るための行動は当然のことになった。環境環境問題面倒な当然 世界には様々な宗教がある。厳しい決まりがあって、破ることが許されない宗教もあるし、あまり厳しい決まりがない宗教もある。宗教、決まり、許す。部屋の奥から煙が出ているのに気づいた。慌てて行ってみると、 パソコンに取り付けたスピーカーから煙が出ていった。急いでスピーカーを取り外し、周りの燃えやすいものをどけて水をかけた。奥、煙、気づく、スピーカー、どける、食堂で、 名前を呼ばれて振り向いたときにコーヒーをこぼしてしまった。着替えもないので汚れたところをこすっていたら汚れがどんどん広がってしまった。振り向く着替えこする昨日ラッシュの電車で若い人がお年寄りに座席を譲っていて 感心したよ。素敵だね。優先席に座っていても譲らない人もいるよね。そうだね。どうぞというのは少し勇気がいるかもしれないけど、ぜひやってほしいね。ラッシュ。座席。感心。感心する。優先席。勇気。 ゴミの分別方法は地域によって違うので、その地域のルールを守りましょう。分別分別する地域守るこの広場にある公衆トイレはとてもきれいだ。みんながマナーを守って使っているからだ。広場 公衆トイレマナーデパートの化粧品売り場で新しい香水のサンプルをもらった香水はたまにしかつけないがとてもいい香りだったし誰にでも愛される香りと書いてあったので買ってしまった化粧品化粧 化粧する。メイク。メイクする。香水。サンプル。たまに。愛。愛する。今日の電車で髪が全部白髪の男の人が乗ってきたんだ。 席に空きがなかったから譲ろうとしたら、まだ若いからいいって怒られたんだ。そうなんだ。確かに間違えたのは申し訳ないけど、もうちょっと優しく断ってほしかったよ。きっと今頃その男の人も反省しているよ。白髪。空き。譲る。確かに。 申し訳ない。反省。反省する。昨日、駅のホームでものすごい大きな声で喋るグループがいたんだよ。そうなんだ。ホームの真ん中でバッグの荷物を広げて、注意されてもどかないし、電車に乗った後は広いシートを全部使っちゃうし。 それは困るね。ものすごい。喋る。バッグ。広げる。広がる。毒。シート。シートベルト。昨夜、酔った人が喧嘩をして、 相手を刺してしまったそうだ。すぐに警官が来て逮捕された。酔った人の迷惑な行動をどうやって防止するか考えなければならない。昨夜昨晩刺す刺さる警官警察官警察署逮捕 逮捕する。防止。防止する。大都会東京の地下鉄はとても複雑だ。一つの駅に改札も出口もたくさんある。ガラガラな電車はほとんど見たことがない。カバンに資料や本を詰め込んだサラリーマンや学生がいつもたくさん乗っている。 大、複雑な、改札、ガラガラな、詰め込む、詰める、詰め替え。日本では、二十歳より若い人がお酒を飲むことは法律で禁止されています。違反したらお金を払わなければなりません。 法律禁止禁止する違反違反する今日図書館でイヤホンで音楽を聴いている人がいたんだけど大きな音が漏れていてとても気になったよ図書館や美術館のようなシーンとした場所や交通機関では そういう人は目立つね。音に気をつけてほしいね。うん。携帯電話もマナーモードにしてほしいよ。イヤホン。ヘッドホン。気になる。シ因ンと。交通機関。目立つ。マナーモード。 現在小学生くらいの年齢の子供が成人する頃には、日本の経済や産業は今より縮小しているだろう。年齢、成人、成人する、成人式、頃、経済、経済的、産業、 縮小縮小する。以前と比べ長生きする高齢者の割合が低下している。長生き、長生きする。高齢者、高齢化、高齢化する。割合。 低下、低下する。消費税の増税など、税金制度は非常に緩やかではあるが変化している。消費税、消費、消費する。税、税金、制度。 非常に、緩やかな、変化、変化する。一部を除き、以前より現在の住まいに満足している人が多い。一部、以前、現在、住まい。 満足、満足する。現代は平和になった。だが、前より不幸になったと感じているお年寄りがおそらくいるだろう。現代、現代的な、平和な、だが、不幸な。 感じる、年寄り、お年寄り、おそらく。首相は、国民は例外なく幸福になる権利がある、と考えを述べた。首相、国民、市民、例外、 幸福な、権利、考え。先日、選挙があった。若者の投票率は毎回下がっている。解決法を考えるべきだ。先日、選挙、選挙する。若者、 投票、投票する、票、舞、解決、解決する、法。政府は、政治家と青年が交流できるチャンスを作ろうとしたが、結局良いアイディアが出なかった。 政府、政治家、政治、青年、交流、交流する、チャンス、結局、アイディア、アイディア。数えられないほど試験を受け、 なんとか運転免許証を取ることができた。友達はとっくに取っているので、一人でお祝いしよう。数える。なんとか。運転免許証。とっくに。お祝いする。祝う。最近は、 生活のための費用を削っている。なぜなら、奨学金が減る一方で、学費は高くなっているからだ。仕方がないが、貧乏な学生には辛い。費用、削る、なぜなら、奨学金、一方、学費、 仕方ない。仕方がない。貧乏な。講演会を聞いた後にエコロジーに関心を持つようになった。私たち一人一人の行動が結果に現れるのだ。講演会。講演。講演する。 のち、エコロジー、関心、一人一人、行動、行動する、現れる。グループで話し合ってみたところ、子育てをしやすくするために最も必要なことは、 保育園の数を増やすことだという結論になった。明るい未来になってほしい。子育て、もっとも、保育園、数、増やす、結論、明るい、未来。 グラフからわかるように、老人ホームの建設数は確実に増加している。グラフ、老人ホーム、老人、建設、建設する、数、確実な、増加、増加する、減少、 減少する。最近、通訳ロボットの話題がニュースで取り上げられている。21世紀は科学が進歩し、ますます仕様が拡大されるだろう。通訳。通訳する。ロボット。話題。世紀。 進歩、進歩する。ますます、拡大、拡大する。今回の報告で、車の生産が無期限で休止されることが分かった。会社のトップが無責任な決定をしたためだ。今回。 報告報告する。生産生産する。無期限トップ無責任な。決定決定する。表からわかるように、 石油、石炭、その他の資源は減り続けている。いつまでもあるわけではないのだ。表、石油、石炭、その他、資源、資源ゴミ、減る、いつまでも、 まずこのモニターの丸の中にぴったりと顔の位置を合わせて体温を測ってください。次にこちらの用紙に健康状態を記入していただきます。書き方は例の図をご覧ください。ぴったりぴったりと状態記入記入する例 図この道は夜になると真っ暗だが残業帰りの人がよく通っていたしかしこの前ニュースで取り上げられたように事件が起こったそれ以後人通りがなくなった真っ暗な残業残業する 取り上げる。事件。事件現場。起こる。因果。